日本関東地方神奈川県横浜市と塚区と塚駅、東口と塚区は横浜市を構成する18行政区のうちの一つ。人口は約28万人。塚は旧自体の塚が使われることもある。塚は同江戸時代には東海道の宿場町として江戸を早朝に立った旅人の一泊目にあたり、さらには鎌倉道の追い分けもあり大いに賑にわった。 明治時代になると、東海道本線が開通し、戸塚駅が開業する。戸塚駅は現在でも、東区主要駅となっている。近代化に伴って、日立製作所など多くの企業が進出し、高度経済成長以降は、給料地の造成が進んだ。現在、東京や横浜のベッドタウンとなっている。都市整備は、横浜市中心部に比べて大幅に遅れた。 特に戸塚駅西口再開発事業は1962年の計画立案以来住民の反対もあり計画が大幅に遅れた一体の再開発が課題となっていたものの2007年6月より本格的な事業着手や工事が開始された2010年4月に商業施設戸塚穴が完成した2012年秋に第二交通広場 戸塚区役所新庁舎などが完成した。2013年度旧庁舎より新庁舎移転も完了し、翌年には旧庁舎が解体された。これにより、戦後やミーチ以来の歴史がある、旭町通り商店街は一部を除いて消滅し、桜モールは完全に消滅した。戸塚駅周辺の外境については、戸塚駅を参照されたい。横浜市戸塚区は、 JR 横浜駅と JR オフナ駅のちょうど中間あたりに位置し、面積は横浜市18区内中で最大である。人口は同大4位区域は北東から南西にかけて伸びており、中央部をカシオ川、東海道線、国道1号が縦断している。八戸や沢の地形が多い。区内の交差点で渋滞の起こりやすい箇所がある。カシオ川流域は、 古くからの工場が多い。また、ほとんどの給料地が住宅地として開発されている。伝説によると、戸塚の地名には、富塚、十塚、豊塚という三つの由来がある。また、富塚八万宮の縁起には、平安時代の後期、戸塚治六郎とも春及びその子孫がこの地の開発に努力したので、戸塚と呼ぶようになったと記述されている。 トツカ区内では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。トツカ区役所管内区長東口エリア都市型商業施設、編集ラピスとつか1ラピスとつか1ラピスとつか2ラピス、とつか3アピタとつか店、西口エリア都市型商業施設、編集都つか穴都つか穴都つかパルソサクラス、都つか東口エリア都市型商業施設、 編集オーロラシティ西部間及びオーロラモール間の4階は、JR 東都塚駅東口と、同一平面上の歩道橋で結ばれている。オーロラシティ西口エリアと市型商業施設、編集東都塚西口プラザ東、都塚西口プラザ新市福の小中東、都塚総本店、グラフテック本社独立行政法人国立病院、気候横浜医療センター公立市立、 公立市立公立東日本旅客鉄道、東海道本線、湘南新宿ライン、上野東京ライン横須賀線、湘南新宿ライン、湘南新宿ラインは列車ごとに、停車駅が異なる横浜市交通局、横浜市営地下鉄部獣ライン、横浜 FC リーク、トレーニングセンター、清水屋とトンネル囲碁、将棋、チェス、編集スポーツ、編集経済、編集芸能、 編集2009年4月29日開局したコミュニティ FM。取締役に元 NHK アナウンサー堀尾正明、元サッカー選手である奥寺康彦、早野博士などがいる。2009年11月27日商業施設、桜スと塚2階にサテライトスタジオを設置した。公募による最優秀作品を横浜出身の芸術家、三宅舞がデザイン化したもの。 カラフルな牛のようなキャラクター。音楽の街とつか。バンドやシンガーソングライターの弾き語りが精力的に行われている。注釈出典、カテゴリー、とつかくも参照。ありがとうございます。